どうも、こんにちは。宣伝部長の小市です。今日は三浦瑠璃完全終了ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけでね、大きく報じられるようになってきたので、ご存知の方も多いと思うんですけど、三浦瑠璃さんの旦那さんの会社にね、東京地検特捜部がまあ入りましたというところで、まあ、今のところはあくまでね、家宅捜索を受けている段階であるので、裁判を受けたわけでもないですし、有罪の状況ではないんですけども、様々な方が手のひら返ししてすげえなっていう話プラス、 東京地検特捜部の裏の話とか、なんでそこにヘライザーが賛成したのかみたいな話を今日はやっていきたいというふうに思います。はい、というわけで、こちらは二冠スポーツさんの記事なんですけど、三浦瑠璃氏夫の会社が東京地検の特、えー、捜索を受けた一部報道を認め、まあ、見守りたいという、まあ、そういうことをホームページ上で発表しましたっていう記事なんですけど、まあ、一応ですね、なんか最初は三浦瑠璃さんの夫 夫がともなんともついてなくて、まあ、そこになんかその特装が入ったよって話から、まあ、話題はですねやっぱりあの三浦瑠麗さんの方が有名ですしテレビに出まくってるんで、えー、どっちかっていうと三浦瑠麗さんの話に今すり替わってるっていう状況プラスあの何、ー、て言うんでしょうね三浦瑠麗さんをみんなで叩いてるっていう状況があって、まあ、当然ねよくないことしてたら叩いてもいいとは思うんですけど何て言うんでしょうね 別に、ここから新しい事実が出てきたわけでもないのに、過去の事例を引っ張って、叩いてる方々がいてですね、まあ、それは、それはいいんですよ。過去から叩いてる人は、別にそのまま延長線上で、ほら、やっぱりってやるから、それはそれでいいじゃないですか。そうじゃなくて、今まで別にそんなこともないのに、場合によっては一緒に楽しく仕事したりしてる人がですね、完全終了と言ったりとかですね、いやー、ちょっとね、どうなんだろう。 っていう、まあそういう皮肉を込めてタイトルつけたんですけど。<laughs> いや <laughs> で、えー、っとですね。で、加えて面白いなと思いながら見てるのは、なんか私はたい俯瞰して見ちゃう悪い癖があるんで、その、誰が叩いてるかっていうことですよ。もうだいたい見てたら分かりますけど、おじさんが全員叩いてるっていう感じで、だからこれね、なんか、その、なんだろうな、根底にやっぱり、 うまあ、彼女が活躍してるポジションって昔おじさんポジションだったわけですね。いろんなことを論評したりとかしてるじゃないですか。で加えてやっぱり、まあ、議論が強いっていうのかどうか分かんないけどまあ今それがボロが出てるって話がありますけどいずれにしても でも、その、彼女に論破されてきた人たちって、私はそれなりにいると思ってるんですよね。で、そういうので、彼女はなんかこう、ポジションを取ってって、まあ、自分の力で私は上がってったと思うんですけど、まあ、なんか、そしたらですね、なんかその、今、当時からそういう叩き方してたらいいと思うんですけど、そうじゃなくて、今、なんか、防衛省、あ防,防衛大,大学の、まあ、なんかこう、入学、 のなんかコメントするお仕事っていうんですか、ねまあ、そういうふうに呼ばれた時にお父さんがそこの関係者とかとうとうあると思うんですけどまあでもどっちかっていうと普通になんかこう防衛大防大か防大に行く一、まあ、学生としてて まあ,ですね、まあおじさんの話もいいけどやっぱり三浦瑠璃さんみたいな綺麗な方が来てですね <laughs> まあそういう話してくれた方が他にも別に何人もいるんでねだからそういうおじさんに紛れて入ってくれると嬉しいなと思ってるかもしれないですし呼ぶ側としてもやっぱり女今の時代女性が入った方がいいよねとかまあいろんなこうまあ要するに なんか裏の力がめっちゃ働いてっていうよりは、まあ普通に評価されて入ってったんじゃないかなと思うんですね。まあそれと太陽光の話はちょっとまた別であるんですけどね。まあいずれにしてもですね、まあ発言の中身がちょっとどうかなって思うことも当然ありますけど、ただ、そういうのをね、やっぱり普通になんか指摘してきた人がやっぱりオラってやる分にはいいんですけど、なんかほら、やろうみたいな感じで今暴れてるおじさんを見るとですね、ちょっと どうううう、ななんんだろうっっっててて私は思ってしまうっていうそんな感じで、すね。はい、でであと、だから中身もなんかもう途中からゴシップっぽくなってですね、まあ、要はなんかこう、旦那さんもエリートですよ。で、まあ、メルさんもエリートっていうか、2人とも東大でだから、エリート同士の2人が、まあ、こうね、えー、片方はこう経営者で、六本木ヒルズに住んでどうのこうのっつって、もう成金そのままみたいな。 まあ生活をしてて、それが崩れたっていう、なんかこう、わかりやすいストーリーがあるじゃないですか。そこが、なんかこう、ゴシップ的な感じになっていってですね。で、こう場合によっては、この裏に中国がいるかもしれないみたいな話になっていくと、もう中国ふざけんなって言ってるおじさんたちがですね、今、おらってなってるわけですね。はい。という <laughs>、まあまあ、形ですかね。はい。まあ、いずれにしても、まあ、そういうところで今、大騒ぎの状況なんですよね。はい。で、 そこでなんで私がヘライザーをタイトルに入れたかっていう、あ、ヘライザーさんですね。をタイトルに入れたかって話になるんですけど、はい。で、こちらがね、皆さん大好きヘライザー総統さんの、まあ、チャンネルってことになりますけど、今何人だ ?27 万人ぐらいいるのか。すごい感じですよね。で、まあ、普段、こう、キレよくいろんな人を聞いてるっていう感じなんですけど、なんか三浦瑠麗さんやたら多いなと思って、 えと私が撮影してる現時点においてメインチャンネルで2つでこっちサブチャンなんですけどサブチャンでも1つ計3つ取り上げてるっていうまあそんな感じまあなんですよねはいでなんて言うんだろうまあこう基本的に YouTube やってる方は今日、まあ、再生を追うわけだからまあ再生取れるやつをやるんでねまあネタがあれば当然やるって話なんでしょうけど 別に他のように比べてめちゃくちゃ高いっていうわけでもないし、まあ悪いってわけではないから、まあそれで取れるから行ったれっていう説がまあまあ一つあるのと、もう一つはね、なんかやっぱり先ほどの私のなんかおじさんがなぜか怒ってる説と繋がってると思ってて、要はまあ彼女の裏に前からそのまあシナリオライターみたいな人を言うっていうプロデューサーみたいな人がいるんじゃないかって話があって、まあそれが私は本当かそうかわかんないけど、だけど、あの、 もし彼女本人だけで作ってるとしたら、まあ、何て言うんだろうな、こう、サブカルにめちゃくちゃ詳しい謎の人生を送ってきてるっていうことになるんで、まあ、ほぼ不可能なレベルで、なんか昔のことについてめちゃくちゃ詳しいんですよね。はい。だからまあ、多分だからまあ、おじさんが書い、シナリオを書いてるから、多分視聴者層も、なんからそのおじさんに刺さるように作ってあって、 で、そこを可愛い女の子がやるっていう、まあそういう立て付けだと思うんですけど、まあその辺の真実はどうでもいいですよね <laughs>。どうでもいいんだけど、なんかちょっと、なんで急にこんなにって、なんとなくちょっと違和感があったんで、なんかそういう意味において、なんて言うんだろうな、こう、おじさんの何かを、その、なんて言うんだろうな、こう、イラつかせるかどうかわかんないけど、何かを言いたくなるような、 人なんでしょうね、三浦さんがおそらく。<laughs> <laughs> はい、なんかで、それが、さ、まあ、ねこう女性の時代と言われながら、おじさんの、まあ、ポジションもどん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 、まあ、失っていってる感じになってるわけですね、まあ。よく聞く話だと思うんですけど、なんか同じ部長の席でもいいし、あまあ、それとちょっとあれか、まあまあ、そのなんかの会があるとか。 まあ、誰かを呼びますってなった時に、やっぱり女性枠っていうのが、まあ結構昔からありますけどね。だから男性、普通にしてると、やっぱり男性社会なんで男性ばっかになっちゃうから女性が呼ばれるとか、で、まあ、そんくらいだったらいいんですけど、限られたパイを争う時にあに、要するに実力的にはその男性側の方が圧倒的に上でも、場合によってはその女性にこう持ってかれる問題っていうのがあるわけですよね。でそそうううするとまあなんかそういう 生存本能みたいなものが、なんかこう、あって、で、の代表みたいな感じ、ミュラルリルさんがなってて、で、今回潰れたから、なんかこう、ふわっとなんか今まで我慢してた思いが、なんとなくみんな紛失して、だからおじさんがすごい叩いてんじゃないかなっていう、これ私の推測ですよ。そう。 で、加えて、なんか中国もつながってんじゃないかっていうことが、いや、国が危ないっていう、なんかその政党に叩いてもいいんだぞっていう、まあ根底になんかそういうのがあって、一気にわってなってんじゃないかなと思うんですよね。まあ事実のとか一切わからないんですけど、で、あで、一応なんか、まとに叩いてそうなやつがあったんで、それをちょっとご紹介しますけど、はい、で、こちらがね、ちょっとアゴラのですね、記事になりますけど、池田信夫さんが、 まあ、あの三浦瑠麗さんが要するに私、関係ないって言ってるけど、まあ、過去に関係してるみたいな発言をしてたよねっていう記事を上げててですね、でこれちょっと再生しますけど、で今の議論が、なんで,でここが不毛になるかっていうと、<え>原発、反原発で争って太陽光を話し合ってるからですよ、じゃあ、うちは事業者ですから、うん、その現場を見てるので、いくらかかるかも何にかかってるかも分かってるんですよ。うん というわけであの、うちは事業者なんで詳しいでしょって今言いましたよね。<laughs> <あの> <laughs> それで関係ないわけあるかっていうふうに、まあまあ突っ込みをしてるっていう、まあそんな感じなんですけど、ただまあ後半の方で、なんかその反論がちょっとわけわかんないから、三浦瑠璃さんってこれなんか全然この件を詳しくないですよねって突っ込みを池田信さ,さんがしてるっていう感じで、だから、 なんて言うんでしょうね、こうポジションとして、そのおそらくですけど、あまりよく詳しくないから、本来、まあ、まあんまりなんかこう発何かを発するほど、先ほど言ったように事業者なんでっていう、現場を見てますっていうポジションでは、本来言えないぐらいの知識がないにもかかわらず、でも、なんでそこに突っ込んでたかっていうと、まあ、旦那があの再エネ事業をやってるからということで、太陽光事業ね。そう でその件はね、昔から突っ込んで、これ2019年ですよ。2019年にミエーラルイル氏が異様に再エネをするのは、彼女の夫が、えー、再エネファンドのマネージングディレクターであることとは無関係とは思えないってことで、いや、すごいですよね。だから過去からこういう感じで指摘してきた人が、ほら、やっぱりって、オラオラってなるのは、まあ、わかるっちゃわかるんですけどね。はい。というわけで、まあ、いずれにしてもですね、まあ、割と怒ってる人の論調としては、 なんか、一つが、なんか、そんなに彼女はいろんなこと詳しくないけど、いろいろ言ってると。で、そりゃ当たり前で、その <laughs>、人間何でもかんでも詳しくないよねっていう当たり前のことがあるのが一つと、それから、あの、何て言うんでしょうね、こう、あ、それと、あとちゅ、旦那さんの会社の方はですね、中国に土地を売っ払ってたとか、 それから、まあ、太陽光事業を、まあ、やってて、まあ、実際の詐欺してたっていう、まあ、大体そんくらいの感じですかね。で、太陽光も結局、再エネで今、いろいろ批判が巻き起こってるのは、まああのむ、むちゃくちゃね、自然を壊してまで、環境環境って言ってるのに、自然を壊してまで今、えー、っとですねか、なんていうの、太陽光がこう、布施されてると。で、今、静岡県で揉めてたり、まあ、先日の、まあ、熱海の県ですよね、熱海でわーって崩れた県とか含めて、 まあでもそれって結局その太陽光作ってだどこが儲かんのって中国だよねみたいな話があってパネル作ってるの中国だからねだから別に国産だけに指定するとかそういうやり方もできたと思うんですけどまあそういうことになってるしだからその中国絡みのその裏の話っていうのはたくさんあって 今なんかコラボの方で何かバババって繋がってる話ありますけど、で、この中国の太陽光絡みで言うと、なんか似たような連中がバババって繋がってるのがあって、もうなんていうのはもう本当に出てくる連中連中、みんな裏で何,何やってんだみたいな <laughs> 人たちが山のようにいるんですけど、まあとにかくそういうのとか、まあ、まあ、大体そのあたりで批判されてるって感じで、まあ、いずれにしてもこういう話はね、本当のことはもうどん,どんどんどん出てくる時代なんでね、いろいろ後日出てくるとは思うんですけどね、はい。 で、えーと、ようやく、まあ、最後にと言いますか私が一番お話したかったこれの話をちょっとしたいんですけど東京地検特捜部の裏ということで、まあ、今回の件ね警察が動いたんじゃなくて東京地検特捜部ですよが動いたっていうのがあって一つ、まあ、ここポイントかなと思ってて要は、まあ、東京地検特捜部のっていうのは、まあ、あの結局 GHQ が作っ だからずっとアメリカの影響を受け続けてるって話があっていわゆるこう中国側とつながろうとした政治家なんかっていうんですかねだからもうまあ大体治験にやられたっていうのでロッキード事件もそうですしまあ過去そういうことがやられてきてますということなので彼らが動いた裏には やっぱりアメリカの意向があるよね、みたいなふうにちょっと家庭、まあ、と仮定してね読み解いていった方がいろいろこの件読めるんじゃないかなと思ってて要は結局その日本ってまあまあアメリカに戦争で負けて、まあ、ある種こう占領されてその後一応独立したってことになってるけど日米合同委員会とか含めてまあ結構言いなりの部分っていうか半分占領状態が続いてる状況がずっと続いて るわけですよね。だからまあごぼうの塔の奥野さんとかよく言ってますけど日本はなんかそのいわゆるこう添加物系みたいなやつが山のようにね OK になってる背景にまあ何て言うんだろうなこう在,庫在庫処理みたいな形でやられてるのもあるしそれから廃戦国だから輸,入輸出入,入する時にそのいろんな国それぞれ添加物がね OK とか国によって違うわけですよ。だから あ,のあらゆる添加物をオッケーにしないと、まあ、買ってあげれない問題っていうのがあってだから緩いんだとかねいう話があって普通は輸出する国のその状況を見てそれに合わせてオッケーなものをほん、うん、本当は輸出しなきゃいけないんだけど日本の場合はそういう感じで、まあ、それもある種の、まあ、こう在庫処分じゃないけどそういう感じになってて添加物王国になっていてで 他の国ではがんが減ってるのに日本ではがんがなかなか減らないっていうのもそれが背景にありますとかまあまあやべえ話がたくさんあるわけですけどまあ結局そのまあ根底にあるのは敗戦国であるっていうところが払拭できてない問題があってでそんな中で我々のまあこう先人というかは負けた後もだけどなんとかこの国へ回していく上においてまあアメリカ様って言いながらじゃあそのじゃあ まあ、持ってね僕たちはその戦力ないんでみたいな感じでアメリカに金使わしてでまあ経済的に頑張って強くしたりとかそれからまあ原発なんかも核はもうお前らも持つんじゃねえぞっつってなんか私が主に核は持っていい、えー、核を持っていい資格があるとしたら それ一国しかなくて、それは私は日本だと思って、なぜなら落とされたからだっていう、この当たり前の理屈があると思うんですけど、だけど、いや、落とされたから持っちゃいけないんだって、おかしくないですか <laughs> そんくらい洗脳されてるわけですけど、で、まあでも当然その力関係の中で、だってアメリカ化してみたらそんなの持たれて、も仕返しされたら困るじゃないですか。だから当然持たせませんという形の中で、そこを上手にと、上手にその原発っていう理屈を使いながら、 あのまあ、いざとなったらそんなの作れるぞっていう技術力を磨いてきたりとか、まあ、それはロケットだったりいろんなところであるわけですよだから本当は技術力あってできるとかいっぱいあるに決まってるじゃないですかだってミサイルもそうだし航空機もそうだしだってゼロ戦とか作った国ですよだもそうだし。 だから、航空機のトップ企業に日本がなかったっていうのは昔はねあ、ありえないわけですね。でもそういうのを全部抑えられてきたわけですよ。で、それを別の形に変えて、だから飛行機の技術を、じゃあ、技術者はなんか自動車の方に行ったりとか、まあ、そういう形で力関係の中で、まあ、なんとか頑張ってやってきてるわけですよ。 でそんな中でじゃあアメリカの力はでもね昔ほどじゃなくなってきたとか一方で中国が台頭してきたっていうのがあってでそんな中で攻防が起きて今アメリカの方が強かったから治験とかを使ってですね、まあ、中国とつながる人を排除してきたんですけど、まあ、現状はもうそうもなかなかいかないような状況にある中で実際中国とつながるような感じの人も増えてきたっていうことで、まあ、それでまあそこに対してまあアメリカが なんかこう動いてきたんじゃないかっていうふうに見るっていうのが、まあ、ちょっと俯瞰した見方かなみたいなのが私の見てるこうポイントですかねつまりそのケツ持ちがね2つ出てきたと <laughs> 中国とアメリカとで元々のケツ持ちがわあまあほらそれ以上食い荒らすんじゃねえぞって出てきたっていう感じなんですよねはいだから、まあ、そこまで読み解いた上で日本としてはその両方を使って、まあ、いいポジションを取るっていうのがよくてだから何か なんて言うんだろうないつの間にかアメリカにおんぶに抱っこできた結果、最初は一生懸命努力したり工夫してたけど、いつの間にか、ヘいい言うことを聞くみたいな感じになっちゃったわけですよ、この国ね。で、そのアメリカが弱くなってきたら、この今度、今度ヘいい言うことを聞く相手が中国に変わっただけで、まあ、どっちにしてもそれ良くなくて、ちゃんとまあそのツケがきてんです、今。自分の頭で考えた上で、別になんか、 アメリカのケツ舐めるでも中国のケツ舐めるでもいいけど戦略的に舐めるんだったら全然いいわけですよだけどそうじゃなくてなんかもう既得権益のためにとかなんとなくとかそういった事情でやっぱりそっくっついていっちゃってるんでその現状が私は一番まずいと思っててだからまあねここに対してじゃあ実際こういうのに関わってる方が、まあ、そういうアメリカの意向を組みながらもどこまでねじゃあその意向をうまくアメリカの意向をうまく 利用しながら中国がちょっとやりたい放題って侵食してきてるからそれを排除する形で使おうとかまあそういうなんかなんて言うんでしょうねそういう正義の動きがねあの起きてると私は信じたいんですけどまあっていうことなんですよねだからまあなんかこうおじさんたちが中国憎しっていうか中国オラみたいなことばっかり言ってるんじゃなくてまあなんて言うんだろな本来はいろんなことを日本自身がちゃんとまあ決めれるような でそれはなんか表だって言ってると潰されちゃったりするからその辺をうまくやるっていうのが本当のお仕事する人だと私はまあ思いながらまあ見てるって感じなんですけどねだからそういった意味においてひょっとしたら三浦龍司さんとか旦那さんの方とかも中国をうまく利用しながらって考えてたかもしれないですしでもその真相はわからないですよ本当に金のためにっていうことだったかもしれないですし。 まあそういったちょっとあの今いろんな意味でこう移行期なんでねそういう動きがちょっと若干見えやすくなってきてるんで今後ねなんかこれが分かりやすい形で提示されるんじゃないかなって私は期待しながら見てるって感じではい、というわけでまあすごいですね一人のその三浦瑠リっていうスターにですねみんながこう <laughs> あの <laughs> 群がってるっていう感じなんでねはいまあまあでも ちょっとはかばったれよとか思いますけどね、一緒に仕事した人は。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。